リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリンドです。はい、ということで、年末のご挨拶でございます。本日はですね、12月30日、多分動画が終わってる日に、そのまんま、撮ってる状態になるんですけれども、今日、まあ、帰るんで、帰る格好をしてます。今日はこんな格好です。和服ですね。はい。ちょっとだけ見せましょうか。せっかくなんでね。こんな感じ。で、この上に1枚、パーカーみたいのを羽織って、パーカーみたいのを羽織っていきます。で、下は、和服のこういうワイドパンツ履いてます。で、なんか和服いろいろ持って帰って、今日からなんで、3泊4日になるのかな？はい。っていう形で帰ろうかと思っております。で、なので、丸2日間家は開ける状態になるので、うちの子たちはね、もうお留守番の準備させてます。袋ももんがちゃんたちは結構ご飯の量も多めに入れてあって、で何回かもう、うちの子たちは、お留守番の、ことをやってるので、こっちはね袋ももんがねやってるので、袋ももんがちゃんたちは大丈夫で、この後マウスちゃんたちにご飯ガサガサガサって入れて、置いといて、でコウモリちゃん、マナちゃんですね、エジプシャンルセットコウモリのマナちゃんに関しては、バナナを少し多めに入れて、であとはそこにフルーツミックスのジュースとか、ちょっと飲み物もね混ぜた状態で置いておいてっていう状態ですね。でみんなお留守番をしたことがある子たちなので、そのあたりは問題ない状態です。で爬虫類たちはね、昨日生放送中にご飯あげた子はご飯あげたし、食べてない子もいるけど拒食のタイミングなんで、お留守番全然大丈夫な状態です。であとは全部締め切りにして、全部温暖管理してるので、それで問題ないかなっていう状態です。てか今日なんかむくんでるね、なんかこの辺、ここすごい頬がむくんでいる、なぜでしょうね、ちょっと分かりません。はい、っていうところでございます。はい、で年末のご挨拶っていう形で、最近ね動画もなかなかアップできてなかったんですけれども、まあその辺の動画のアップをね、ちょっとこれから来年はね頑張っていきたいなっていうところだしっていうところで、まあ、まず今年1年2023年のことをお話しすると、飛躍の年だったかなと思っております。去年はね、去年2022年はいろいろとまあごたごたってあって、で変な人に、まあ知ってる人は知ってると思うんですけど、軽い炎上みたいなことがあって、で殺害予告みたいなのも一回来たんですよ。で個人情報を流出したやつがいて、でその個人情報を流出した人からちょっとなんかいたずらで、そうですね、そのいたずらで来たんですよね、去年は。で何て言ったらいいのかな、去年はそういうなんだいたずらで、まあ、個人情報流出した人はいたずらじゃなくて、多分私に対してちょっと恨みがあるのか何かがあったっていう状態なんですけれども、その個人情報を知った人は本当いたずらで、なんかいたずらしてやろうぜぐらいな感じで来てて、なんか全然関わりが合いがない、その個人情報流出したであろう人と全然関わりのないような人だったんですけれども、っていうことがまあ去年あって、で今年いろいろとごたごたってあって、こう新しい仕事が始まったりだとか、あと環境が変わったりだとかっていうのが今年ですね。で今年そういうので飛躍したなーっていう年で、でプラス何ですかね、仕事の方でもまあうまくいってない部分っていうのもあるんですけれども、そこはね私が改善していければなんとでもなるお話なんですけれども、そういうなんだろう、課題は残ってるけれども不安要素はないかなっていうところですね。本当に私が気をつけて、私がこういうところやっていけば次良くなるっていうことが来年は多いところなので、そこの部分に関しては私がもう気合い入れて頑張りますみたいな感じでやっていこうかなと思っております。で今年本当にそういう飛躍の年で明るい年だったかなっていうところではあります。まあ占い上はなんかね大殺界だったかなんか、あんまり運気的には良くない2023年なんですけど、2024年からはね運気自体も上がっていくみたいなので、2024年からの運気をちょっと信じて、日々一個ずつ前へ前へと進んでいけるようにやっていきたいなと思っております。でまあね、今会社でもこういう好きな格好させていただいて、そして好きにっていう言い方はあれなんだけど、ある一定のルール上の上でやりやすいように仕事させてもらってるので、この調子で仕事も頑張ってやっていこうかなと思っております。で本当今年はねペットちゃんたちに関しても
大きな病気っていうのはやっぱりなかったし、あと、まあ、亡くなってしまってる子っていうのはやっぱりいるんだけれども、でも亡くなってる理由が自分の中で腑に落ちる、納得するっていう部分が多いんですよね。で、去年とかだと、なんだろうな、なんで亡くなったんだろうっていう原因がわからない部分とか、あとなんでこの病気になってしまったんだろうっていうところっていうのが結構あったんですけれども、やっぱりその辺の知識がついてきて、今年はね、病気になったりとか亡くなったっていう時に結構冷静でいられましたね。悲しくないわけではないですよ。悲しくないわけではないし、寂しい気持ちでいっぱいではあるんですけれども、でもその中でも私、まあ、飼い主っていうのは冷静でいなきゃいけない部分っていうのはあるので、なんか冷静に対処して、冷静に例えば動物病院に連れて行ったりだとか、あとなんだろう、治療を考えたりだとかっていうことができたので、今年はそういう部分でいくと本当に冷静でいれたなっていうふうに思っております。で、 YouTube もね、皆さんこう安定したファンっていう言い方はあれなんですけれども、見てくださってる方っていうのが一定層こう定着してきてるっていう部分があるので、この調子で皆さんの期待を裏切らないように、皆さんとねまた交流しながら生放送とかもやっていきたいと思ってあります。で、来年は生放送の頻度は多分増えないですけれども、ゲーム実況を増やしたいなと思ってます。そろそろゲームをするだけの余裕が少し出てきたので、ゲーム実況をやりたいなと思っております。で、あとは動画の頻度も多くはないんですけれども、もう少し動画アップできるようにっていう形でちょっとやっていこうかなって来年は思っております。で、チャンネル登録者数とかはそんなにあんまり気にしてないので、登録してくれる方がいれば登録してもらってっていう形でやっていけたらいいなと思います。まあ登録者が増えたらね、それはそれでいいんだけど、簡単に増えるものじゃないので、まあ、この調子でやっていきたいなと思います。なので、まあまずはね、皆さんは、今年も1年ありがとうございました。1年見てくださってる方はって感じですけどもね、今年2023年大変お世話になりました。で、来年、2024年度は、またね、ますますこの動画をねアップしたりとか、いろんなコンテンツちょっと増やしていけたらなと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。で、今携わってるとか今やってる音楽動画は、3本ぐらいちょっと一応あるんですけれども、ドラム叩いたやつも音源はあるんですよ。ただモーションが作れてなくて、ちょっと今モーションを作る方の作業でお時間いただいてしまっているので、リクエストしてもらったりしたものとか、あとね、待ってるよっていう方、はもう少々お待ちいただければと思います。来年もね、ドラム動画はやっていきたいと思ってますので、よかったらドラム動画も見ていってあげてください。で、あとはそんな感じですかね。あと今ね、ちょっとフリーランスでやっているお仕事、ロゴを作ったりだとか、まあ、ウェブデザイナーに違いって言ったらいいかななんですけれども、そのウェブデザイナーのお仕事の方もしっかり来年も頑張ってやっていきたいなと思っておりますので、まあ本当フリーランスで小遣い稼ぎぐらいにしかなってないですけど、そういうこともね少しずつやっていこうかなと思っておりますので、まあ何かありましたらご依頼いただければと思います。それではまた来年もよろしくお願いいたします。ということで、皆様良いお年をお過ごしください。ということで、以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上リントでした。バイバーイ。